令和4年大相撲3月場所、いよいよ千秋楽です。えー、先ほど割が幕の内の取り組み、重量の取り組み、割が発表されましたので、えー、それをご紹介していきたいと思います。まず一番下から、えー、西十両2枚目の秀の海が幕の内で相撲を取ります。一山本戦です。一山本は7勝7敗、勝ち越しがかかります。そして輝きに照強し。 妙義龍に栃地の神、島ノ海に新入幕の高徳山錦木,木に若元春千代翔馬に琴勝峰北勝富士に豊山悪は石浦宝富士に千代の国霧馬山に琴恵光千代大龍に明星、大野咲に千代丸遠藤に玉鷲一の城に翔猿隠岐の海に浦 大栄翔に青い山そして三敗の琴ノ若琴ノ若が豊昇龍と対戦します豊昇龍は七勝七敗です豊昇龍は勝ち越しがかかります琴ノ若はもちろん優勝戦線に踏みとどまるには豊昇龍を破らなければなりません琴ノ若が破れますと豊昇龍が勝ちますと琴ノ若は優勝戦線から脱落ということになります 高野にの海そしてその後先千秋楽恒例これより三役ですが、えー、まず2敗の高安が土俵に上がります阿炎戦です関脇の阿炎は7勝7敗です、えー、まだ勝ち越していません阿炎は勝ち越しをかけてそして高安は優勝争いに踏みとどまることができるでしょうかそして大関同士の対決御嶽海と貴景勝そして結びは正代大関正代と 若隆景若隆景は招待戦です、えー、保証整理しますと琴ノ若はまず勝つことが条件になります琴ノ若の優勝権はまず勝って結果を待ちます、えー、そしてその後高安が勝ちまして若隆景が敗れますと高安の優勝ですえ仮に高安が敗れ 若隆景が勝ちますと若隆景の初優勝ですそして琴ノ若が勝ち高安若隆景が2人とも敗れた場合3人による優勝決定ともえい戦ですまた高安若隆景両力士が勝った場合琴ノ若も含めて勝った場合これは琴ノ若のけん、えー、結果関係なく2人によります優勝決定戦になります、えー、全て幕の内、えー、最高優勝初めての 優勝をかけての対戦となりますちなみになんですが、えー、琴ノ若が優勝ということになりますと佐渡ヶ嶽部屋からの優勝力士はなんと琴美月以来2001年の琴美月あ失礼、えー、琴昌菊ですね2016年の琴昌菊以来ですから6年ぶりということになります。 そして千葉県勢で見ますと千葉県出身の幕の内力士の最高優勝はこれも佐渡ヶ嶽部屋にいた琴富士平成3年の名古屋琴富士以来になりますそして高安なんですが高安、えー、茨城県出身そして田子ノ浦部屋からの幕の内最高優勝はあの稀勢の里以来になりますあの逆転優勝がありましたね、えー、それ以来、えー、平成29年の3月場所ですから 5年ぶりりになりますそして大関経験者が幕内最高優勝陥落後の最高優勝となりますと解決そして記憶に新しい照ノ富士以来3人目ですそして若隆景なんですが若隆景が初優勝優勝となりますと新関脇の優勝力士はなんと昭和11年あの69連勝の双葉山以来86年ぶりです新関脇での優勝。 そしてまた福島県出身の幕の内最高優勝となりますとたった2人しかおりませんで昭和28年5月場所の時津山あの立浪四天王と呼われた時津山その時は、えー、全勝優勝でしたそして昭和47年初場所の栃ま初代栃まですね、えー、現在玉野親方のお父さんにあたります栃東、まえー、以来 三人目になります。ですが、五十年ぶり三人目になります。さあ、果たして千秋楽、どんな結末になるでしょうか。千秋楽、令和四年大相撲三月場所、ご期待ください。